ホンダ CB125T ツーリング。いいだモンキー、待ってろ。いやモンキーより速いの、俺のバイク。いやモンキー速い。嘘だろ、速いじゃねえかモンキー、速い。マジかよ。よし、ガソリンを入れていきます。よし、入れます。入れますよ。あ、ちょっと飛び散ってる。あ、出すぎ出すぎ。あ、やべやべやべ。こんなもんだろう。しちゃったポン、あぶね。あれ、どこだっけ、こっちか。よし、ガソリン給油 OK。 7.8 リットル。あ、じゃあ1回そんなの。はい、前回6キロ入れてリム落ちを直してそのままだったので、今日もう一回 1.75 まで落としてリム落ちしないか確認です。よし、バルブサーガーじゃねえや、なんだっけ、忘れちゃった。リム落ちは直ったみたい。よし、先に向かいます。
ど、どうかな、道のせいなのかな。リム落ちはしてないと思うんだけど。おはようございます。今ね、スタンドによってガソリンを入れて、でリム落ちはしてたんで、まあ前回リム落ちして空気圧まで落とすとリム落ちしちゃうっていう現象が起きてたんで、今はまた、まあその時に空気圧6キロにして対応してたんだけど、今日ね、もう一回リム落ちのテストを兼ねて空気圧下げたんですよ。で、2キロの指定にしたん、まあ 1.75 か。まあとりあえず2キロ入れてみたんだけど、そしたらリム落ちは見た感じ解消されてた。でもなんかね、フラフラする。朝倉南、フラフラする。これはタイヤのせいなのか、路面のせいなのかよくわかんないけど、今、気にならないかな。だからある程度速度を落とすとフラフラする感じがあるかな。今ね、このスピードだったら全然気にならないな。でキャブの調子もね、今のところ問題ない。サイレンサーを入っててエアクリを外してみた。先輩のちょっとアドバイスを聞いて確認したら、とりあえず調子がいいや。エアクリなしだといいみたい。さあ太陽出てまいりました。調子もいいみたい。これなら先まで行けるかな。昨日の赤城はちょっと騙されちゃったよね。昼間あんなに雪が降ったから、がっつりあるもんだと言ったら全然なくてがっかりでね。ガス容量をね、結構赤城だと振っちゃうんで、早く動画上げて削除しないと次の動画撮れないんですよ。まあギガ数余分に買えばいいんですけど、まあ、それやってるとね、まあ、いつもいつもそれやるのもどうかなと思うんで、もう取っちゃあだけ取っちゃあだけのこのハイペースになっちゃうんですよね、俺の場合。もう自転車操業です。だからね、早く上げたいって感じで上げたんですけど、今 4K でね動画アップしてるんですごい時間かかるんですよね。それだけじゃないと思うんだけど、寝てる間にアップしようと思ったんだけど全然アップできなくて、まだなんか動画アップしてる、アップしてるっていうか、あれなんだっけ、 Google に検査されてる感じ。全然動画がアップできない。
これなら許せるかな、この許せるかっつうか、まあ、調子いいね。調子いいや、いい感じ。エアクリアスしたらで、エアも2キロだからね、多分というか、まあ、6キロよりはだいぶ食うと思うんで、いいね、調子いいや。今何時なんだろう、時計がねえんで分かんねえやな。あ、いいね、いいね。なんかやってる。あー、すっかりあれだよね、なんだっけ、千本桜、桜祭りの準備が始まっております。あれ、今日野球ないのかな。あ、野球ないんだ、千本桜の準備で。そういうことか。おー、テントいっぱいだ。いつからやるんだろう。唐揚げもシロスも、いやいいね、調子いいよ。エアクリ外しただけで、譲ってないや、いい感じだ。からからっかぜ。少しぐずってる感じ。でもまあこれなら許せるんじゃない。でこの後サイレンサー外してどうなるか。なんだろう、ここ。あ、クローネンベルクか。気をつけて。でも太陽はいいよ、天気が。4かな、これ。あ、いいね。いや、直感に、危ねえ、怖え。直感にした方がいいのかな、これ。ちょっとぐずるか。濡れてる。
ちょい。ちょっと仕様変更してみましょう。まず開けて、ちょっとこうじゃねえや、工具を出します。よいしょ。工具はどこだ。工具は、はい、3ミリの六角レンチ。これでこうか。よいしょ。あっちな。よいしょ。これで、あ、そしてどうしよう。これはこいつは、こっちに戻しましょう。あれ、はい、はい、工具をまた入れました。入れたらこのようにこちらに入れます。入れたら今度はこれと、これが専用のケースで、これが専用の引っかき出し棒。よし、きれいに抜けた。きれいに抜けました。そしたらこれに入れます。入れたらこれに入れます。お、きれいに入った。はい、 OK。あれながら完璧だ。はい、逆がいいか。あ、これでいい、これでいい、これでいい。 OK、 これで抜けない。そしたらこれを戻して、こうか、でこうか。はい、これが定位置。汚れなかったね、正解だったね。でこれ入れて、これ入れて、はい、これタオルと袋が入ってます。いいね、調子いい。汚れちゃった、結局。なんだよ、切ったね。いいか。そしたら、ちょっとゲイン調整してみるかな。40で、まあ、とりあえず行ってみるか。今、ゲイン40で、どんだけ音量がいくんだか。聞きづらくなるのか。聞きやすくなるのか。じゃあ今サイレンサーを外しました。エンジンかけます。これで調子良くなればいいけどな。
滑りそう。ただいま草木じゃねえや、どこだっけここ。桐生カントリークラブです。今からね、那須温泉を通って草木に向かいたいと思います。30% にしました。